日方期为解决国际社会对于核污染水净化装置长期可靠性、核污染水数据真实准确性、排海监测方案的完善有效性的重大关切。国际原子能机构的报告并不能成为日方强推核污染水排海的通行证，报告无法给予日方排海正当性与合法性，也无法免除日方应承担的道义责任和国际法义。这是肯定好的，就中国人来讲，这个是日本的东西，能不用就不用，因为核辐射比较这个致癌东西太多了，这个也说不准，所以现在我们进口的话，他不考虑，不可能。差距挺大的，二十四号之前生意，反正每天都挺忙的，就从24号开始到今天，一点都不忙，很闲。就从核污水开始排放的时候，基本上没人买货了。其實我覺得咁出得街食咧，其實去到咩食肆都會有一定嘅風險啦。咁其實我覺得 radiation 咁，我就係唔係太擔心。咁正如大家都知道，食咩都要適量啦，係咪？咁我覺得偶然一次、半次、一個月，我覺得唔係太大問題嘅，相信。中國啦，中國嘅核排放量其實都有調查過，即係話係即係日本嘅。嘅排放嘅兩倍以上喎，咁其實如果你預期話擔心而家日本排放出嚟，咁其實本身我哋可能日常自己飲緊嘅，可能都係有啲核污染咗嘅水，咁其實大家都唔知噶嘛。咁其實如果佢本身做夠好多研究 research， 大家其實本身好多 scientific 去支持嘅時候，咁其實我就本身唔會話擔心，即係話食日本魚生會有啲咩問題，所以我都會就算佢排放，我都會邊個嚟食咯，係。日本国内において中国から発信されていると思われる海洋放出についての電話等の嫌がらせが多数発生しています。また中国においても日本の関連施設等に対して同様の事案が多数発生しています。こうした事案が生じていることは極めて遺憾であり憂慮しています。いずれにせよ中国側に対しては国民に冷静な行動を呼びかけると適切な対応を行うとともに処理水について正確な情報を発信することを強く求めており、引き続き強く求めていきます。本当に放射性物質を海に流すな。これ以上みんなのものである海を流して生態系破壊し、環境破壊し、漁業者の生活基盤を破壊し、私たちの食生活を本当に脅かす、こんな海洋放出に断固反対です。真摯に人の声を聞かなきゃいけないと思います。安全じゃないものは絶対やっちゃいけないという、その基本的な原則を間違えないでもらいたいと思います。